どうも、ブヒケンです。1953年型シェリーちゃんエアサスで挫折していました。昨日師匠に来ていただいていろいろ見てもらったんですよ。ただその前にオーナー様からがもう連絡が入ってまして、もうエアサスそのままでいいですと。これ車僕の作業が終わったら車検をやってもらうところの車屋さんにオーナー様が持ってくんですが、その車屋さんはちょっとこうすごく有名なお店で、僕もそこの車屋さん知ってるっていうか、ただ知ってるだけです。僕が勝手に友達とか知り合いではないです。で、イベントでもその子が作った車とかも見させてもらったし、そこ持ってけば多分こんなトラブルちょちょって直しちゃうんだろうなって僕も思うので、じゃあもうそうしてもらったら逆に僕ありがたいですみたいな話を、していて、そうですよ、車屋として負け犬ですよ、だから何知らんわそんなのはもうっていう感じで、もうやってもらうっていう感じなので、そのオーナー様のお話だと、ただ期限が来週の火曜日までに持ってかないと、もうお休みに入っちゃうらしいんですよ、その車屋さんが。いやどうしようと、じゃあそれまでとりあえずエンジンかけて、車高ももう空気入れて上げるだけ上げといてくれれば車高はもういいからっつって言って、チェックバルブも注文したんですよ。でパーツも届いてるんですがって思って、昨日ちょっともうじゃあエンジンの方をやろうかななんて思って、ほんで師匠にちょっと来ていただいて、もう頼んであったので来てくれて、で実はこういうわけでエアサスの方はあれなんですけどなんつって言って、エンジンの方も見てくださいっつって言って、2人でっていうか、もう僕は完璧手元みたいになっていろいろやってやろうかなと思ってキーをひねったんですよ。バッテリーつなげてキーオンに、そしたらキーオンにした瞬間にヘッドライトがペガーンってつくんですね。いい光っぷりでしたよそこでもうあれってもうなりますよね。でもちょっと師匠にも来ていただいてるんで、もうヘッドライトはヘッドライトでいいからとりあえずエンジンの方をつって、セル回したんですが、ただかかるんですよ、回るしね。おいラッキーラッキーなんて思ってたんだけど、どうもおかしい、いろいろで、いろいろとね見たんですわ。ただね、あることにちょっと僕も気づきまして、師匠に指摘されて気づいたんですが、ここに埋めた跡あるの分かります？これ53とか54ってここにね、ヘッドライトのディマスイッチがついてるんですよ。足で踏んでアップにしたり普通にしたりっていう。でその配線、そのディマスイッチの配線からヘッドライトに行ってて、ほんで電源がそれに来てて、ほんでヘッドライトスイッチにつながっていくっていう回路をしてるんですが、これついてないんですよね。でなぜかというと、これステアリングポスト交換したんですけど、交換する前のステアリングポストにはここにディマーのスイッチがついてたんですわね。でウィンカーだハザードだの配線も出てて、これも当然そういうのが出てるんですが、それを交換した時に結局僕が前のステアリングポストの配線をそのままここにつなげたんですね、作り替えて。でその時普通気づきゃいいんだけど、僕これがアップねって思い込んじゃってて、ディマスイッチですよねって思い込んじゃってて、で昨日師匠に指摘されてやっと分かったんですが、これ違うんですわ。これこっちウインカーで、これステアリングのポストがカコンってなるやつで、これがハザード。じゃあディマどこについてんだって言って見てったら、ここがもう埋められてんで、それで前はつけられてなかったので、結局その配線の回路もないし、なのでもう直に電気がいっちゃってる状態に私がしちゃってたみたいなんですね。でそっからキーシリンダーにも入るんですけど、結局ここのヒューズボックスの片側全部に電気が来てないような状況の配線になっちゃってまして、急遽そこで
の師匠にご指導をいただいて、配線を今全部やり直しているところですね。うん、でまあ一回エンジンはかかって調整を取りましょうっていうような感じになって、一流のメカニックの師匠が、ね、でよろしくお願いしますっつって言って、でまあやったらまあなんつって言うんですかね、まあ爪が甘いっていう感じですかね。水もやっぱりちょっと漏れてきちゃったりとかで、まあ電動ファンのスイッチ、手動の切り替えのスイッチもしたんですけど、それを最初回すの忘れちゃってて水が吹いちゃったりとか、そんなのがちょっといろいろこう、まあエア抜きするのも僕気づいてなかったんで、気づいてないというか忘れちゃってたんで、ほんでまあエンジンかけて調整取ってるうちに、おいこれ水抜きとかエア抜きとかしてんのかって言って言われた瞬間に、全然してませんっつって言って止めろエンジンっていう感じになってそんな感じになりましたね。でまあ師匠にやっぱり全然ダメ、これ全然ダメっていうとこをちょっといろいろご指摘をしていただいたので、まあその辺もちょこちょこ今日直しながら今作業を昨日からしてるところですね。うん、まあそうですね、なかなか師匠みたくにはなれない。まあとりあえず、まあ、師匠が言ってたんですけど、ダモンでエアサスおかしいんじゃねえのっていう話をちょっと昨日も教えていただいたので、とりあえず配線を全て直してからで、エンジンの調整取れてから、もしかしたらいいのかもしれない、それでまあ普通に動くのかもしれないっていうささやかな希望を今持ちながら、日数も伸びたので、まあ自分のミスなんですけど、まあ僕の実力とか知識が足りないすぎるのでこうなってしまったので、ちょっとその辺は今から頑張ってまたいろいろ直していきたいと思います。ただ言い訳ではないですが、一度配線引き直して、まあ、こういうの変える前は全然調子よく全部がつながって全ての機能ができるようには一回してあったんですよ。でその後にエアサスのユニットの組み替えがまた追加で入って、ステアリングポストの作り替えで、新しいのにはキーシリンダーがついてない、そしたらキーシリンダーを別体につけて配線をまた作り直したっていうのが何回も重なってしまったので、まあディマースイッチなんでっていうの気づかないのなんかもう完全に僕のミスだし、こうやってなってるのも私の知識不足って分かっているので、言い訳ではないんですが、そういう感じになっちゃってますっていう言い訳ですね。まあ昨日も師匠にもちょっとね、どっちからあれってなんだこりゃみたいな感じでね、もう何回も同じようなことを教えてもらってんのにね、未だにこんなミスするのかよって感じですよ僕も。なので師匠になんだこりゃっつって、どこもかしこもダメだらけだっつって言われたもんで、すいませんそれジンパチって人がやってったんですっつって言ってね、言い訳をちょっとつけときましたけどね。よし、こんな感じでちょっとやっていきます。